応答ございません。共同通信の笠井です。中都道府県で発令された緊急事態宣言が本日沖縄を除いて解除されました。引き続きまん延防止等重点措置の適用地域もございますが、飲食店の酒類提供自粛などの制限が緩和され、休館していた施設などが再開いたします。政府として人流抑制含めどのようにリバウンドを防いでいくのかについてお聞きします。昨日をもって沖縄県を除く9都道府県が緊急事態措置区域から除外され、本日から7月11日まで北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の7都道府県がまん延防止等重点措置の対象となったところであります。加えて埼玉県、千葉県、神奈川県については同措置が同様に7月17日まで延長されております。で、今般緊急事態措置からまん延防止等重点措置の対象区域とされる都道府県などにおいては、夜間滞留人口を抑制するため飲食店に対する20時までの時短要請を引き続き徹底をしていく。酒類の提供については事業者の方々の理解を得ながら、感染対策を効果的持続的なものにするため、感染対策をしっかりと講じている一定の店舗は19時まで提供できることとし、それ以外の店舗には酒類の提供を行わないよう要請すること。ただし地域の感染状況を踏まえ、知事の制限でさらに制限を行うことが可としているところであります。実際地域の実情に応じた制限措置が課せられている地域もあると承知をしております。さらにイベントの収容率や人数上限について目安を踏まえた要件に沿った開催の要請を行うことなど、国民の皆さんにご協力をいただきながら引き続き感染拡大防止策に取り組んでいく考えであります。東京の夜の人出については休日平日とも夜間の人流が増加傾向にあり、3月下旬と同程度の水準となっているところであります。政府としては先の政府対策本部で決定した令和3年6月21日以降における取り組みに沿って、先ほど申し上げた飲食店対策の徹底、人流抑制、ワクチン接種の円滑化加速化、検査サーベイランスの強化、水際対策を含む変異株対策、医療提供体制等の一層の確保といった施策を、自治体とも緊密に連携を図りながらですね、リバウンドを防止し、感染拡大を抑えるため、総合的に取り組んでいくこととしております。加えて、感染の再拡大により、医療の逼迫の兆しが見られた場合などに関しては、対策の強化を含め、機動的な対処を図っていく考えであります。27ページの話題を変わります。ワクチン接種について伺います。長官、先ほど伊藤忠商事のぶら下がりで、海外在住の日本人について現地で接種を受けられなかったり、一時帰国をしても住民票がないので接種できない人へのワクチン接種について夏を目途に答えていきたいと話されていました。一般的な予防接種とは別の枠組みを作るとのことですが、具体的な検討されている内容について伺います。在留先におけるワクチン接種に懸念などを有する海外の在留邦人の方々から、一時帰国時の際に日本国内においてワクチン接種を受けたいという要望、あるいはすでに一時帰国をされている方からの要望等があります。こうしたことを受けて、在留邦人の方々は日本国内の住民票を有さないため予防接種法の対象とはならないわけでありますが、そうした中でどのような対応が可能か現在検討を進めております。具体的に国内における接種状況、海外在留邦人の状況も踏まえつつ、夏以降に成田、羽田の両空港、またはその周辺で接種を開始する方向で関係省庁において準備を進めており、具体的な対応が固まり次第お知らせしたいと考えております。また接種を受けた事実を証明する形式についても、在留の邦人の皆さん方は接種券が、住民票がありませんから来ないことになりますが、日本国内での一般接種者への接種証明書発行に準じて必要な方には交付できるよう合わせて検討しているところであります。朝日新聞です。よろしくお願いします。関連でお伺いします。この自国者の接種基本的に関心高いと思いますけれども、今夏以降というお話がありましたが、国内のワクチン接種の進み方、具合次第では前倒しもあり得るのかどうかとですね。今の予防接種法の対象とならないとお話がありましたが、ワクチンの副反応による健康被害の救済制度の対象とはなるんでしょうか。
基本的に予防接種法の対象になりませんから、予防接種法で定めているような救済制度は適用されませんが、それ以外の形でですね、どういう適用ができるのか、あるいはどういう対応ができるのか、これも合わせて議論をさせていただいております。今時期についてはもちろんできるだけ早く対応したいとは考えております。一番大事なのは関連にワクチン接種証明について伺います。先ほどの、伊藤忠さん の意見交換の中でワクチンの接種証明について話されたと思いますが、その中で海外のワクチンパスポート保持者の日本へのビジネス目的の入国に関してやり取りというのはあったんですか。まずやり取りですか。今回は業務での海外渡航も多い、伊藤忠商事の方と接種証明のニーズあるいは現状についていろいろお話を伺いました。その後のぶら下がりでも申し上げたところでありますが、海外を往来するにあたってさまざまな入国制限や待機がかかる中で、一時帰国して休暇を取ろうとしても大変難しいという実情、あるいは海外在住のため国内に住民票がない方への帰国時の接種に関する要望などを頂戴をしたところであります。でなお我が国の水際対策におけるワクチン証明接種証明の活用について現時点で具体的に申し上げる状況にはありませんが、国内外の議論また各国あるいは国内における対応、こういったことも念頭に置きながらですね、検討を進めていきたいと考えております。読売新聞なんですけれども、関連して職域での接種について伺います。今日から始まった、本格的に始まった職域での接種ですけれども、モデルナ社製のワクチンが使われています。こうした接種を拡大することによって、政府が保有しているモデルナ社製のワクチンの不足などの影響は生じないのでしょうか。また現在、市町村での接種がファイザーを用いて、大規模接種ですとか、事業での接種にはモデルナ社製を使うなどの組み分けは分かっていますけれども、接種のこうした進行を踏まえてですね、これらの対応を見直す考えはないのでしょうか。また先ほど説明があったのは海外在住者への接種ですけれども、ファイザーをモデルナどちらを使うのか検討していることがあればお聞かせください。まずモデルナ社のワクチンについては9月までに5000万回分の供給を受けるということになっておりますので、接種に必要な量は十分確保できているというふうに認識をしているところであります。で現在ファイザー社のワクチンがこれ先に承認をされたということもあり、市町村における接種ではファイザー、そして後から承認を受けたモデルナ社のワクチンについては大規模接種センターあるいは職域といったことを軸に、自治体における高齢者などへの接種に影響を与えないような形で対応を進めてきているところであります。今後こうしたことにも十分配慮しつつですね、希望するすべての国民の皆さんに一日も早くワクチンをお届けできるようマッチングの具体的なマッチングを含めてですね、しっかり取り組んでいきたいと考えております。その上で先ほどの在外邦人に関してどちらのワクチンを使うか、これらも含めて検討がなされているということを承知しております。ニコニコ奈良尾です。よろしくお願いします。今月3日にですね、会見で我々から長官にですね、ワクチンの有効期間について質問させていただいた際に、長官はですね、現時点で長期の有効性データは十分に得られていないと、ワクチンの有効期間を判断するには試験参加者へのフォローアップ調査などさまざまな調査を踏まえる必要があると述べられましたけれども、昨日のですね、日本テレビの番組で河野太郎行政改革担当相が、ワクチンの有効期間につきましてファイザー製もモデルナ製も1年は持つと述べられました。この発言は政府見解ということでしょうか。またそうであった場合、有効期間は1年というのはどういった調査に基づくものでしょうか。よろしくお願いします。先日私の会見で申し上げた通り、新型コロナワクチンは開発されて間もないこともあり、現時点で長期の有効性のデータは十分に得られていないという認識であります。でファイザー社モデル社のワクチンについては治験参加者へのフォローアップ調査が行われておりますが、2回目接種後6ヶ月時点で一定の発症予防効果等が得られたと公表されているものと承知をしております。ワクチンの効果がどの程度の期間継続するか持続するかについては、
治験参加者の発症の有無のフォローアップ調査、発症予防効果と関連する抗体価の持続に関する調査研究など、まあ、現在そうした形のものが実施あるいは計画されているものの結果を踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。今の状況は申し上げたとおりであります。東京新聞村上です。東京五輪観客数の上限についてお伺いいたします。今日ですね、五輪の5者協議開かれますけれども、一部報道で開会式の上限2万人案というのが報じられています。国内イベントでは最大1万人としている政府として、この2万人案についての考えというのをお伺いしますでしょうか。東京大会における観客数については本日16時から、IOC、IPC、大会組織委員会、東京都、政府による5者協議が開催されると承知をしております。変異株による国内感染の状況も踏まえ、スポーツイベント等における上限規制に準ずることを基本として6月に判断を行うということが合意されておるので、それを踏まえて検討がなされるものと承知をしております。まだ協議をこれから進む協議を行えるわけでありますから、あらかじめのことを申し上げ、予断を持って申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。東京新聞村上です。菅総理は先日17日の記者会見でも、この、上限の、人数について、スポーツイベント等の人数制限について、今後重点措置が解除された後も人流を抑えることとし、東京大会の人数上限というのはこうしたルールに基づくことを基本として決定されるというふうに説明されています。政府もその5者協議の一員であるわけで、もしですね、5者協議でこうした2万人案というものが出た場合に、政府としてはあくまでこの上限1万人というのを強く、表明して、要望するということになるんでしょうか。まずどういう形で議論が進むのかということがはっきりしてない段階で、ちょっと申し上げるのは差し控えさせていただきたい。いや、要するにこの5者協議で一つ一つのイベントごとにですね、具体的な人数についてご議論されるかどうかもまだ承知しておりませんから、従って予断を持って申し上げるのは差し控えたいと思いますが、これは前も申し上げた通り、イベントの開催制限の目的などについては基本的対処方針にも明記をされているわけであります。観客の広域的な移動や催し物前後の活動などで生じる催し物にかかる感染拡大リスクを抑制し、また催し物における感染防止対策等を徹底する観点などから講ずるものであると書かれているわけでありますから、そうしたこの基本的対処方針等を踏まえて、まさにご議論いただくものというふうに承知をしております。朝日新聞記事です。関連で五輪の関係についてお伺いします。昨日のフジテレビの日曜報道ザプライムで、五輪の無観客の可能性について長官、必要な措置が取られれば五輪も他のイベントも同じように対応するのが原則だったのではございます。この考え方は今年のゴールデンウィークのように一般イベントも無観客となるような場合には、当然五輪も無観客になるというか、そこで申し上げたのは、五輪ということではなく、五輪ということになって言いますか、ということ、五輪があるとかないとか、五輪がこうだとかっていうことではなくて、そもそも国内の感染状況を踏まえ、あるいは医療の逼迫に対する状況を踏まえて、その段階で、あるいはその兆しが見えれば、その段階で適切に措置を取っていく必要があるということを申し上げたところであります。そしてその適切な措置が講じられれば、それに沿ってですね、オリンピックであろうと、さまざまなイベントであろうと、それを守っていただきたい。これが政府の立場であります。朝日新聞記事です。ご説明いただきます。番組内では必要な措置、今適切な措置とおっしゃられましたが、これ緊急事態宣言そのものを指しているのか、それともまた別の事態を想定しているのか。昨日長官は夏休み以降人流が増大して感染拡大したり、特には重症化が進む場合に言及されていましたが、無観客の判断というのは緊急事態宣言とは別にですね、重症化の割合ですとか病床使用率の逼迫に特化して新たな考え方を示すということでしょうか。今後のことを予断を持ってお話をするのは避けたいと思います。そのまさに感染状況や逼迫状況に応じて適切な措置、あるいは強化した措置を強化していくということでありますが、
過去の事例を振り返りますと、緊急事態宣言下であっても無観客のケースもありますし、そもそもは今回のイベント基準であるように5000人か 50% かつ5000人以内という措置を講じられた場合もあります。ですからそれはその時の状況状況に応じた対策、具体的な対策、それにしっかりとそのオリンピックであろうとなかろうと遵守していただく、こういうことになると思います。産経新聞記者と申します。話題変わります。香港に在住する台湾代表部の職員7人が20日午後香港を離れました。ビザ更新の条件として香港政府から一つの中国を支持するよう署名を求められ拒否したためです。中国共産党は結党100年を前に政治的圧力を一層強めているとの見方もありますが、一連の動きに対する長官のご見解を伺います。ご指摘の報道については承知をしておりますが、両岸間のやり取り一つ一つコメントは差し控えさせていただいております。我が国としては台湾をめぐる問題が当事者間の直接の対話により平和的に解決されることを期待するというのが従来からの一貫した立場であります。そうした立場に立って引き続きさまざまな動向をですね、注視をしていきたいと考えています。読売新聞の山崎です。お題変わってイランの大統領選について伺います。イラン内務省先日反米特区強硬派のライシ首相府代表が当選したと発表しました。強硬派による政権は8年ぶりとなります。日本は中東への原油の依存度も高く、イランの核開発抑制を柱とする核合意をめぐる動向が国際社会への注目を集めています。日本政府としてライシ氏の当選が今後の日イラン関係ですとか国際社会に与える影響についてどのように評価分析しているか見解を伺います。現地時間の19日、イラン内務省が18日に行われたイラン大統領選挙の結果、ライシ候補が次期大統領に当選をした旨発表をしたと承知をしております。我が国はイランがライシ次期大統領の下で中東地域の緊張緩和と情勢の安定化に向けて、建設的な役割を果たしていかれることを期待をしております。我が国への原油輸入の約9割は中東地域に依存しております。そういった意味でも中東地域と平和と安定は極めて重要であります。また中東地域からの石油や原油の安定供給は我が国のみならず世界経済の安定と成長にとっても不可欠であると考えております。また我が国はイランと伝統的な友好関係を持っております。また中東地域の緊張緩和と情勢の安定化に向けた積極的な外交努力もこれまでも継続をし引き続き継続をしていきたいと考えており、日本とイランの二国間関係の強化に努めていく考えであります。国家公安委員長が横浜市長選挙に立候補する意向を固め関係者に伝えていたことが分かりました。本人から政府に対してそうした意向について伝えられているか、またいつ辞任の手続きと公認人事が行われる見通しか伺います。まず報道については承知をしておりますが、現時点で国務大臣としての辞職願いが提出されたという事実はございません。朝日新聞に伺いたいます。静岡県知事選についてお伺いします。昨日投開票されました知事選では静岡県内の区間のトンネル工事に反対の立場の現職知事が当選しています。今後の工事着工ですとかリニア新幹線の開業時期に与える影響についてのご説明をお願いします。まず静岡県知事選を含めて地方選挙について政府としてそのものについてのコメントは差し控えさせていただいていますが、リニア中央新幹線の整備については引き続き事業主体である JR 東海に最大限の努力をしていただく必要があり、その中で静岡県ともしっかりと話し合っていただきたい必要があると考えております。また担当の国交省においても昨年4月に水資源や環境への影響の軽減などを検討するための有識者会議が立ち上げられ、静岡県もそこにオブザーバーで参加するなど調整に取り組まれていると承知をしております。国交省の有識者会議によって引き続き科学的工学的な議論が進められているものと考えております。